ワクワクする経験、初めての体験。子どもたちがプロの世界に触れたとき、大切な学びや夢がきっと見つかる。ドコモ未来フィールド。本日は大橋一郎の協力のもとスペシャルな体験を準備しておりますけど、リングを始めたいと思います。よろしくお願いします。右手右足が前に構えるとサウスポースタイル、一番早く当たるパンチっていうのがまっすぐ、下がります。バックスイン、リボン、青いリボン、黄色いリボン、止まってます。おー、いいね、そう、ナイス。ワッツ。踏み込んで、ワッツ。オッケー。ワード、しっかりしてる。ナイス。泳げる。オッケー。思ったよりも硬くて、面白かったです。サンドバッグが重かったです。楽しいです。選手と会えて嬉しい。キッズが成功するのはもう親の協力なければ 100% 無理です。やっぱり親の協力があって初めて強くなるし成功します。だからこそこう子供から小さい頃からやるっていうのがすごく大事なのかなとは、はい、思いますね。今日は勝負選手の勝負に知りたいということで、井上尚弥選手、大きな拍手をお願いします。では続きまして、はい、こんにちは。家で。あ、家でやってんの。やってる。はい、何やってる。美味しかった。美味しいです。貴重な経験っていう。みんなよくできてましたし、楽しそうにやってたんで、はい、よかったと思います。ワンテン、もうちょい、10秒ですか。おお、いいね、おいおいいね、はい。毎日どういう練習してるんですか。まあ、基本的な多分みんながこう練習してるようなトレーニングを毎日地道に君ぐらいの年からずっと毎日続けます。武井選手に質問です、はい、今の目標は何ですか。いい記者です。先輩方、直江さんみたいに本当にもっともっと強くならなきゃいけないなと思うので、もっと強くなって天心君と試合して勝つことかなって思ってます。アンディの10時間は何をしたんですか。突っ込まれましたね、アンディ。あの、だから10時間がその銭湯とか体を休める時間かな。アンディとはいつもこんなに人気なんですか。1日のルーティンを教えてください。おー、友が家で名古屋様出てるんですけど、嬉しいですか。ボクシングの選手になりたい。パン屋です。
プールでは体操選手です。ゲームを作る人になりたいです。 YouTuber になる人。お花屋さん。看護師さんです。ね、ゲームとか作ったりそういうやつをやりたいです。将来の名前くしたお金持ちになることです。世界一の空手家になること。井上選手みたいに活躍できる人になりたいです。